おはようございます。今日もカンパチ屋さんに来ております。あの、ね、昨日はね、あの猪豚の方いただいたんですけど、今日はね、海鮮な感じで、海鮮で、ね、まず一品目が、海鮮ひつまぶしで、ちょっと食べ方なんだけどね、まずね、お作りとして食べて、次に海鮮丼で、最後にね、この昆布茶をかけて、サラサラとお茶漬け風にしていただくような形みたいです。いただきます。うまそう。これね、マグロ、まずはマグロ、天ぷらも、これ、お次にすげえ豪華な海鮮焼きを、ボア、あそこちょっと焼いてくん、テンション上がってる。時間かかりそうです。アワビとか置いてっちゃおうか。仕立てで生きてる、足動いてる、これウツボ、あ、ウツボ、ちょっとウツボも、あ、ほんと新鮮な、これがね、ウツボ、
あ、うまっ。コリコリしてる。やった。うわ、これうまっ。ちょっとね、皮目だけ焼いた方が食感がね、良くなるみたいなんで、また香ばしさがいいんだよね。あ、うまいな。うん、まっ、うん、うん、もつおもいい頃合いかな。香ばしく仕上がってる。そろそろいいよ。空いたところにサザエ。よっ、ね、貝がね、こんな感じ。熱い。超大ぶりなんだよね。でかくない？身取れた。うまっ。うまっ。ちょっとアワビにそろそろお醤油を。やった。アワビさんをそろそろ。うん、うまそう。伊勢海老こんな濃いんですね。サザエも。
見えてるかな。いや、うまっ。アボカド、マグロ、アイス、生クリーム、生クリーム、いただきます。ポッキー、うん、ミント、生クリームとチョコソースとマグロ、アボカドと合うんですね。うまい。あれ？あれ？うまい。全然ありですね。うまい。うん。うまい。うまい。